ちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科、橋本です。前歯のこの2本になりますが、新美歯科ということで、貼り付けたセラミックを、審査してみます。歯肉がこのように赤くなってしまっています。顕微鏡で拡大してみると、どうなっているでしょうか。ピントを合わせていきます。そしてエアーをかけて唾液を排除し、水分を排除し、見てみます。白い歯で綺麗に見えますが、問題はこの歯茎との境目の部分です。ここですね。何やらちょっと汚れのようなものが見れると思います。そして器具で入れてみると、そこに段差が見られます。そしてその下にプラークという細菌の塊である歯垢がこのように付着しています。そのため歯肉が赤く腫れてしまっています。炎症があるということです。ですからこの歯を長持ちさせる、歯肉の状態を良くするためには、ここの汚れをいかに除去してあげるか、いかに丁寧に除去するかということが必要になってきます。やはり天然の歯ではなく人工物を貼り付けたわけですから、当然段差は出てきますし、セメントをつけるわけですから、そういうことが分かってきます。ですからこのようなところのコントロール、一般に言われているプラークコントロールということが必要になってきています。人工物ですから、そのようなリスクは必ず生じるということです。これはかぶせてあるセラミックです。皆さんが新美歯科ということで治療をどうしようして受けていることが、このような口の中の状況になっていることがあります。ですからこういうものを入れる場合は、非常に自分での覚悟ということも必要になってきています。安易に白いからということで手をつけない方がいいのではないでしょうか。それなりのリスクを橋本歯科では十分説明した上で患者さんが選択されています。これは当院で行ったケースではありません。それを付け加えさせていただきたいと思います。しかし他の歯医者さんでやられた状態でも、私はしっかりとアドバイス、メンテナンスをしていきたいと考えています。このような歯でもしお困りの方がいらしたら、橋本歯科までご相談に来ていただければと思います。詳しくはホームページをご覧ください。